松木さんって人がいて、でその人が、何年前だ、だいぶ前にもうハックルベリーは独立するとか言い出して、何言ってはんのかなと思って、よう分からんこと言ってはんのと思ったんやけど、なんか分からんけどなんか熱くなって、こっちもじゃあ前はその国家を作るって言い出して、そのハックルベリー共和国っていう、国で、まあ、に独立するって言い出したから、じゃあ私はその国家を作るわって言って、あの独立国家っていう曲を昔作ったんですけど、でまあ今日一応20周年ということで、せっかくなんでそれをちょっと久しぶりに引っ張ってきて歌おうかと思います。宇津木さんが何を言いたかったのかもうよくわからんまま、国家作るわって熱くなったから、なんかこの歌もなんか正直よくわからんみたいになってます。まあ、当時の私なりにもなんか伝えたいことがあったんかなとは思うんですけど。